ななみ、吉野ってこの家にあった指について有事に言ってません。彼の場合、不要な責任を感じるでしょう。お前に任せてよかったよ。で、指はちゃんと上に提出しましたよ。あなたに渡すと、虎杖君に食べさせるでしょう。あ、先生、早くみんなのとこ行こうぜ。ユージ、もしかしてここまで引っ張って普通に登場するつもり？やるでしょ、サプライズ。いいね。何したらいい？先生、俺何したらいい？何もしなくていい。僕の言う通りにしろ。流れるままに。生きてるだけでサプライズでしょうよ。おんまた。はい、京都のみんなにはとある部族のお守りを。そして東京のみんなにはこちら、個人の虎杖悠仁くんです。全然嬉しそうじゃない。宿儺の器、どういうことだ。京都姉妹校交流会第1日目団体、指定された区画内に放てる。区画内には3級以下の順、討伐数の多いチームに行く。こいつが例の死んでた1年か。誰にも負けたくねえんだわ。俺も割と負けたくない。え、そんじゃまあ勝つわ。私の番だ。倒す。こっちはこっちで鍛えてたんだ。任せてくれ。あ、了解。私のこと忘れんなよ。楽しみだな。もたもたしてると交流会始まっちまうから手早くな。シャケ。前に出る。まずは片手。これも知力だよ。電撃で攻める。前に出る。シャケゼ。よし、やってやる。前に出る。怖いじゃねえ。くらいやめ。置いてくぞ。どっけっぱな。こんなのはどうだ。こいつは負けそう。俺の攻撃は見切った。前に出る。最後だ。よく死んどけ。前に出る。前に出る。終わってね。負けねえ。いい追い打ち。カメ、つながれ。まだまだ行け。一連ナイス。計算通り。くそ、落ちた。やっぱ頼りになるな、シグロは。俺は俺ができることをやってるだけだ。楽勝。どうやらめ身体能力はピカイチだ。シャケ、オス、コエス。交流会の作戦の話だが、一番の課題は東堂。東堂は化け物だ。全員で相手にして全滅するのが最悪の。だから足止めとして一人だけ、あんだか恵みを置いていくつもりだったが。虎杖、お前に任せる。俺？勝たなくていい。できるだけ粘って時間を潰せ。でも先輩、やるからには勝つよ、俺。宿儺の器、虎杖悠仁、あれは勝手にやってる。どうします？あの様子じゃ作戦行動なんて無理です。勝手に暴れてくれるなら、私たちはゲームに専念すればいいんじゃない？でも私たちは虎杖悠仁を、あの人殺すまではやらないんじゃない？そうなると東堂を監視し、虎杖悠仁にとどめを刺す役。高専に所属する呪術師の中に虎杖悠仁のような反発、私たち全員で虎杖悠仁を襲う。説
それで話、光線に呪詛し、あるいはありえない、呪詛師ならまだしも呪霊と、そういうレベルのが最近ゴロゴロ出てきてんだよね。本人は呪詛師とだけ通じてるつもりかもしれないけど、京都側の調査を歌姫に頼みたい。虎杖、何かあったろ。は、何もね。あった、けど大丈夫なのは本当だよ。ならいい、俺も割とま勝つぞ。何仕切ってんだよ。それでは姉妹校交流会スタート。例のタイミングで着敵にたけたパンダ班めぐ、あとは頼んだぞユージ。オッス先輩ストップ。よーし、まとめてかかってこい。チレ、かかってこい。倒す。お返しだ一年、死ぬ気で守れ。悪いけど誰にも負けたくねえんだわ。押し倒す。まだ、いい感じだな。と前に出る。思い、まだまだこれからだ。本番。よ、押し通す。ぶっこめ。楽しませてくれ。まだ終わりじゃないぞ。ぶっこめ。思いの行くぞ。なっと。ぶっこめ。切り込む。味わわせてやる。前に。リード記録だよな。ナーテン！押し通す！はっぬっぐ！ナーテン！ここから決める！ぬっぷ！どてっぱら！ぶっ飛べ！スッペラインだよ！切り込む！はっ！思いに行くぞ！あブギウギ、あげるぜ。まだ行くぞ。ブギウギ、切り込む。まだ、薄っぺらいんだよ。ぶっ飛べ。楽しませてくれ。あげるぜ。切り込む。前に出る。ウギウギ。ドッ。わ。ぶっ飛べ。ナーテン。なに。前に出る。押し通す。俺に任せろ。国戦、国戦、国戦、国戦。倒れるな、東道。青一年、名前は虎杖雄二。そうか、虎杖雄二。お前どんな女がタイプだ。女のタイプ？なんで今そんな。気にするな、ただの死。よくわかんねえけど、ケツとタッパのでかい女の子。あ？いい感じだな。先生！どてっぱら。なあ、お前。あの時の感覚を。ち、へ、ま、もう一度だ。
ラーテン楽しませてくれ。ラーテンまだだ。これで前に出る。いいスピードだ。ラーテン、うらぁ、思いの行くぞ。前に出る。楽しく、まだ終わりじゃないぞ。前に出る。いいスピードだ。ぶっ飛べ。いや、あの時の感覚を、うわと、だが、隙だらけだ。高田ちゃん、へ、楽勝。の決定権は人間離れした身体能力に、通常遅れることのない速度の呪力が遅れることで生まれるものだな。トリッキーだ。波の術師では何が起こったか分からず混乱する。威力も十分、その程度のやつが相手ならな。ではなぜ呪力が遅れるのか。それは呪力を流しているからだ。へそから胸を通、肩、腕、そして拳へと呪力を流す。この体を部位で分ける意識が呪力の遅れを生む。俺たちは腹で物を考えるか、頭で怒りを発露できるか。俺たちは全身全霊で世界に存在している。当たり前すぎてみんな忘れてしまったことだ。ありがとう、トード。なんとなく手加減はしない。全力で導き。新兵に辿り、登ってこい。タル。賢者となりなさい。いくら明太子。飛ばしも十分と遅いです。タケラ、シャケ、シャケ、フラ、オッ
ちら。セジコ、シャケ、オロカ、殺す準備は整いました。飛ばします。下から、シャケ。シャケ。早いエクラ。止まれ。潰れろ。シャケ。どうやらここまでのようです。犬巻先輩。ピケロ。なぜ光線に呪霊がいる。多分その呪霊と組んでる呪詛師のです。何か知っているのか。以前五条先生を襲った特級呪霊だと思います。その前は。そうですね、五条先生のね、相手は領域を使うかもしれません。新宿に行こう。変態か。入松先輩、あまり無理をしないでください。おっか、すごい。シャケ、一気に攻めるぞ。肩鳴らし。シャケ、切り込め。さ、切り上げる。よし。とどめだ。やってみせる。飛び込む。一気に行くぞ。やるな。チャンス。お前気持ちよし。隙は作った。切り込め。ほら、切り上げると。自然に足を捉え、切り上げる。崩した。飛ばします。隙は作った。さ、切り込め。やるな。足を捉え、上から攻めろ。ふら、下から。よし、下行こう。シャケ、隙をつける。フォーク、シャケ、足を飛び込む。やるな。ごめん。畳みかける。行け。動くな。すごい。このまま。よし、どうしよう。いくら。チッ、さすがに硬いな。やろうかな、コロ。やめなさい、愚かな古来。なんだこれ。音では何言ってんのか分かんねえのに、意味は理解できる。私はただこの星を守りたいだけだ。呪いの戯言だ、耳を貸すな。低級呪霊のそれとはレベルが違いますよ。森も海も空も、もう我慢ならぬと泣いています。これ以上人間との共存は不可能。時間さえあれば星はまた青く、人間のいない時間、死して賢者となりなさい。もっといいのがあるぜ。これを使うのは胸クソ悪いけどな。玉剣コン。まずは肩ならし、突き飛ばしてやる。えい。マキさん、わかってるよ、行くぞ。はい。うん。確かにこれはいい。
一気に攻めるぞ。楽しませてくれるか。やめ。何？ハル。ママ。飛び込む。攻め込め。ガードごと破れ。右だ。飛び込む。投げる。強しみはなしだ。置いていくぞ。やるな。えい。マキさん。分かってるよ。行くぞ。はい。油断しました。二度と三節棍なんて使わせないでください。扱いづらい。慣れるとべ。めぐみ。マキさん。くそ、俺がしくったせいだ。術師というのはことのほか情に厚いのですね。仲間が傷つくたと呪力を振り絞れ。腹が裂けても、俺はみんなとは違う。人間の俺が先に倒れるなんてことは。めぐみ、やめろ。私らの仕事は終わった。戦士コード。いけるか、マイフレンド。俺は手を出さんぞ。イタドリ、お前が黒線を決めるまでな。黒線を決められず、お前がどんな目に遭おうと、俺はお前を見殺しにする。オス。スクナの器、何だ謎のふてぶてしさ。よほどの術式を持っているのか。そして黒線。お前、話せるのか。一つ聞きたいことがある。お前の仲間に継ぎはぎ面の人型呪霊はいるか。いる、と言ったい。怒りは術師にとって重要なトリガーだ。相手を怒らせてしまったばかりに格下に遅れを取ることもある。逆もまたしかり、怒りで呪力を乱し実力を発揮できず負けることもない。友を傷つけられ、そして何より親友である俺との蜜月に水を差され、お前が怒髪焦点に陥ってしまうのはよく理解で。だがその怒り、お前には余る。消えたか、雑念。ああ、雲一つね。残球総待ち、ベストフレンド。さあ、どう。大地の風となります。黒線打撃との誤差 0.00001 秒に呪力に勝利した際の瞬間を空間に威力は平均で通常の2分の2秒。人を狙って出せる術師は存在しない。だがしかし、黒線を経験した者とそうでない者と呪力の核心との距離に天と地ほどの差がある。飛ばしも力がみなぎってきました。お前なっ、うわぁ、うわぁ、迷い家になる。前に出る。これも地獄だよな。ここで倒します。胴体を決着をつけます。よけられますか。距離を取ります。負けるわけだ。あの時の覚悟ない。
の呪力。呪力の味を理解したんだ。コングラチュレーション、ブラザー。お前は強くなれる。スクナの器は術師として未成熟と聞いていた。加えた謎、その他大勢とは何か違う。多少本気を出した方が良さそう。かかってこい。倒すよ先生。どけっぱら。お見せるぞ。いい感じだな。任せろ。ナイスやせてくれ。まだまだこれからだ。前に出る。楽しませてくれ。まだ終わりじゃないぞ。薄っぺらいんだよ。思いの行く先合わせろ。行くぞ。こんなものか。こんなはずでは。マヒト、私は今だ。大丈夫か、ブラザー。お待て。少女、俺の術式を解禁する。前、使ってなかった。だが術式について詳しく説明している暇はない。俺からお前に言えることはただ一つ。止まるな。俺を信じろ。オッケー、二つで。不測の事態を考慮した上で、 IQ53 万の俺の脳内 CPU が弾き出した結論はビクトリー。なぜなら俺は一人、ブラザー、お前がいるから。いい感じだな。まだまだこれからだ。なあ、真実ゆえに厄介。そう、俺の術式は相手と自分の位置を入れ替える武器。任せろ。どうだ。行くぞ。おわ、ブラザー。やったな、ブラザー。おわ、いや、待って、余裕打ち。ここから決める。はい、大したもので。俺に任せろ。黒線、黒線、黒線、黒線。前に出る。まあ、まだまだあります。これで勇気。ナイス。よっしゃ。できることは使いたくなかった。ただ来るな、ブラザー。とんでもない重力質量。あなたの術式があればかわすのはたやすい。あいつは逃げがうまい。ユージのところまで距離があるな。しかたない。少し乱暴しようか。術式順転、青。術式反転、赤。引きます。五条悟を相手にすることを思っていない。叫んだ。何がしてんだよ、てめえら。待て、ブラザー。トワード、なんで止める。それ以上進むな。巨式、紫。
ず規格外だな。これでは払えたかどうかもわからん。一件落着ってわけにはいかないか。花見が引きつけてくれたおかげでこっちはバッチリさ。ほら起きて。かえマヒト、殺意にブレーキをかけ、ストレスがたまります。花見、思い出しくなってきたね。